どうもこんにちは、たまちゃんです。それでは本日は新作のターエターナム、こちらを遊んでみましょうか。これはマルチ対応の上から見下ろし型のハクスラゲーとなっており、かなり早いペースで1ステージをクリアして、でクリア後に報酬や装備品を獲得し、キャラクターをどんどん鍛えていく、そんな内容になっています。で最大10人まで一緒に遊べて、各キャラクターには役割が決まっているため、バランスよくパーティーを組むことでより1ステージの攻略が早まるみたいですね。じゃあというわけで早速始めてみましょうか。まずはキャラクター選択。5人いますね。ナイト、プリスト、ローグに、ワーロック、サモナー。どれがいいかな。じゃあここはワーロックにしてみましょうか。ここは街中のようですが、画面内をクリックするか、あるいは上のメニュー、ここからでも良いようですね。これは宿屋かな。ここが多分装備品ですね。これは能力かな。タレンツで、パラゴンタレンツというのもありますね。レベル25から設定できると。まずはここですね。プレイにカスタムって書いてありますが、まずは普通にプレイ。ランク23って書いてあるんだけど、これ生きるの難しいんじゃないの。カスタムはこれ自分で作れる。ホスト、とりあえずランク1で一人で行ってみましょうか。さあ始まったぞ。ゲームパッド対応ですね。 RT で普通の弾が撃てる。魔力とかどうだ。画面左下の青色ゲージ、あれが魔力かな。 LT はなんかすごいの撃ちましたね今ね。しかし魔力をそれなりに消費している。魔力はどうやったら回復するんだ。 B ボタン、これなんだ。なんかバフかな、もしくはバリアか。あと LB がありますね。わ、いきなり。いきなり。こういうのがあるんだ。お、何？いきなりトラップ。お、あ、ダージもらってるこれ。いきなり激しいな。なんだこれ。なんだ？あ、敵か？いきなりボスの出てきたよ。おお、おいでぞ。右のジョイスティックで、エイムですかね。わ、しかし。なんか一人では難しい感じがするんだけど。やるのかこれ。いろいろ使ってみよう。さあ能力使いまくって。うわあ、なんか大量のネズミみたいに襲われてる。しかし身動き取れないし、変な方向にカメハメハが飛んでった。おら、カメハメハ。よし、なんとか追い払いましたね。うわあ、これ一人では難しいんじゃないのこれ。あ、でもやれそうですね。問題なく倒せるようになってるのかな、初めはね。まあレベル1だからね。さあカメハメハを連打して倒しました。結局チュートリアルの文字が、あ、消えた。あ、クリアした。あっさりだったね、初めは。で、これが報酬、経験値にお金に、ん、これはなんだ、スキルかな。シード、ランク1、パワー1って書いてありますね。今入手したアイテム、これか。スペルブックって書いてありますね。これを設定した。 RB に設定された。あー、これ何？違う場所に設定とかできんの？装備できる場所は決まってんのかな？で、ランク1、パワー1だから、1段階上の魔法ね、それの入手を目指すとか、そんな感じになるのかな？まあ、とりあえず一人で遊んでみた感じは、どんなものかね、わかりましたね。で、レベルが2になったのかな？トレースポイント、早速1ポイントね、割り振ることができますね。どれがいいんだ？まずはこれかな。マジックミサイルダメージ。じゃあこんな感じでどんどん参加していきましょうか。他の人にね。さあ始まったぞ。お、なんだ、喋ってるな。あの人移動速度すごい速いんだけど。何、すごい速い。ローグだからな。あっという間に進んできましたね。ああ、なんだなんだ、なんかライフが回復しますね。しかし、お、味方が一人ボス戦に突入するとね、強制的にワープするようですね、その場所に。で、ボス戦は結構弾幕ゲーかな。しかし相変わらず会話欄が邪魔でね、どのボタンを押せばいいのか分かんないよ。
さっき覚えた技は RB だね。 RB は今クールタイム中、使えないな。あ、終わっちゃったよ。あれ敵じゃないの？あれ敵っぽいんだけど狙い、あ、終わってしまった。あっという終わってしまった。そのまたいろいろ入手しましたね。経験値、お金、新たな、なんかのコア。これはフロアがアンロックされたタワーの13か。ちょっと一回戻って、またね、内容確認しましょう。あ、二つありますね。トリンケット。これを設定すると、ここに設定された今度は。プレス E で、アップグレード？なんだ？なんか出てきたぞ。このトリンケット強化できんのかな？パワーか、モビリティ。モビリティって何？機動性？機動性上げてみるか。お、モビリティが、数字が上がってきますね。私のお金今、69だから、あまり上げられませんね。で、これは？さっき入手したやつか。あ、これどっちかですね。ここで F キーで売ることもできる。不要品をね。これランク15のアイテムだからね。こっちの方がいいんだろうね。これはリジェネレーション。まあ、回復用のアイテムなのかな。なるほど。V ごとだね。装備できるものは。ちょっとランクは一気に4になりましたね。これでポイント。さらにこれ、上げられる？いや。これ取れるの1ポイントのみだ。で、いつでもリセット可能ですね。で、レベルが上がることで、このダメージ。さっき 0.4 とかでしたが、これは 0.5 になってますね。まあ、1ポイントだけ割り振っておけばいいんだ。じゃ、これ取って、さらに上が取れますね。どれ取ればいいかわかんないな。まあ、適当でいいか。これにしてみるか。じゃあ、再び、行ってみましょう。さあ、始まったぞ。今度は、どんなステージなんだ？硬い。ザコ敵超硬い。全然勝てない。何こいつ。うわぁ。これ廃棄はちゃんと壊した方がいいのかな？今んとこお金のみですね。アイテムとか落下するんでしょうかね。さあ、カメハメハ撃っていく。おら。こういうのがあるよ。おーっと、ボスキャラか。よし、早速、RB。RB 使ってみたけど？どうなった？何にもなってるように見えないな。お、激しい。ちょっといろいろスキルはね、使いまくりましょう。ああ、基本のこの、マジックミサイルみたいな。これを当てることでね、魔力が回復するんですね。この追尾弾、何でもしてくれ。どうすりゃいいんだ。うわあ、でもライフ回復した。仲間に返してもらったのかな、もしかして。その可能性あるね。仲間プリーストだからね。終わったか？あ、やったやったやった。やりましたね。さあ、今度入手したのはこれですね。ランク16の何か。ジェネレータースキル？ん、なんだろうね。まあ、とりあえず性能は高そうだね。こっちにしてみるか、今度は。さらにタレンツ。あ、これ、スキルツリーでは、一直線のみですね。違うものを取る必要ありそうだね、これは。あ、でもこれ取れますね。とりあえず回復量増やすか。ここら辺じゃないか。うん、とりあえずね、パーティーメンバーが最大10人まで組めるという話なんで。みんなで手分けして、で、ボスキャラを見つける。いち早く。っていうのがいいのかなって、こいつ。私一人で勝てないね、これ。やばいぞ。敵も、ザオ敵を召喚してんのか、これは。わあ、激しい。あれ？ああ、死んでしまった。いつの間にか死んでましたね。しかし、一定時間で生き返るっぽいね、これはね。さあ、何かその他、機能は使えないかな？ウェポンやアーマーが買える？あ、買いましたね。武器と防具かな。今んとこ、店売りのものしか買えてない状況か。あ、ランクに応じた装備が買えるっぽいね。やはりお金もっと貯める必要がありそうだな。あと、ジュエル、宝石もあるようだね。トリンケットが買える？もしくはレリック。銀行もありますと。これは時間以内にクリアすれば、報酬が上がるというものかな。多分そうでしょうね。さあ、今度の仲間は、ナイトのようだね。ナイトは、近接系のキャラなのかな？お、宝箱ありますね。これ開けてみるか？開いた。なんか入手したの？入手したかどうかちょっとわかりませんでしたね。どうかな？これくらいの強さならば、敵の攻撃は、避ける必要はね、ないのかもしれませんね。で、なるべく早く、あ、倒しましたね。
うん、早く倒した方が報酬は良くなるからね。今回のお宝はこれかな？鎧ですかね。これレアリティの概念あるのかな？赤色の方がなんかレア度が高いとかね。どうなんだろうか。まあ、とりあえずパワーが書いてあるからね。パワー値を上げていくのがいいんでしょうね。それがお約束だよね。この手のゲームでは。LB は、となればとなるほどなんか弾が増えますね。何かな？3つになった。で、ここで LT を押すことでね、この弾が消えるんだけど。威力が増す？増してるっぽいな、これな。うん。一気にボスキャラのね、ダメージ持ってきましたね。新たな武器を入手しましたね。スカル。骸骨のクロー。まあ、こっちの方が強いんだろうね。色は青色だからやはり、ノーマルよりもね、リアリティが高いんだろうな。マジック装備。で、お金が100貯まったので、ジュエル買ってみましょうか。ランク2のジュエル。ジュエルじゃなくて、リングだな。これを買ったようだね。ルナバンド。普通の指輪かな。特に性能はなさそうだね。パワーが3上がる程度。おお、ザオデがすごいいっぱいいるけど。倒さないの。いや、これ、味方の召喚魔法か。こんなに刺激できるの？すごい数だね。一瞬で死んだんだけど。味方の召喚魔法が。どうなんだ。お、いっぱい入ってきたよ。これはいけんじゃないの？これなんだこれ。人が増えれば増えるほどなんか、このステージの特性っていうんですか？まあ、難しくなるとかね。そういったことあるんですかね。お、チャット機能あんのこれ。あったあったあった。ヘロー。お、これは今回多いぞ、人数が。面白くなってきましたね。敵の数も多い。しかし、私がやる暇がない。他のプレイが強すぎる。で、お金は誰かが取ってくれると、それ入手したことにね、なってる可能性ありますね。やはり、手分けできるんであれば、手分けした方がいいのかな。さあ、みんなで、ボコっていきましょう。これだけいれば、ド派手だね。弾溜めて、放つ。いいぞ。かわして。ちょっとプリーストが我々にはいないようだね。回復役の人が。だから相当厳しい。お、倒した！やった！強敵倒しましたね。これは報酬もかなりいいんじゃないか？ 700 コイン。さらになんだこれ。新たな帽子か。ランク22。性能高そう。赤色だしね。いいぞ。カメハメハはね。他の敵も一気に巻き込んで撃つのがポイントですね。なるべく直線上に向かって撃つんだ。よっしゃったー。さあ、さらに報酬。いいねいいね。じゃらじゃら溜まるよ。ランク23のなんだ？あ、武器ですね。一気に強くなったな、また。これかわすの難しいだろうね。ああ、なんだと。どうすりゃいいんだこれ。予兆がないから、かわしようがない。味方の多分ね、隠れられるスキル。あそこら辺が必要になるんでしょうけど。何この、ザコ敵の数。硬いし、うわあ。これは無理だ。おっと、勝った。さあ今度なんだこれ。新たな魔法来た？来たよ。レベル26。これはしかし、鍛えることはできないのかな？内容なんでしょうね。テレポート？ワープマスタリーって書いてあるけど。よし、じゃあまずは、新たなね、魔法使ってみましょうか。RB で。よいしょ。ん？どうなった？ワープマスタリーだから、ワープが連打できるとか。全然そんなことないな。なんなんだ？ドントキル。ああ、これ殺すとまずいんだ。爆発してしまうと。しかしな。魔法使いはな、まとめて殺すしかないからな。なるべくまとめて殺すっていう話か、これ。さあ、なんだ？新たな、猫装備。お、ランク28。これの能力は？能力は謎ではあるが、強化できますね。どれあげればいいの？
リソースちょっと上げてみたが。では本日はここまでですね。今回は新作ハクスラ MO のターエターナムを遊んでみましたが、いや面白かったですね。装備品の更新がどんどん行えるし、パーティーメンバーが多いにもかかわらずすぐ次のステージが始まるので、もうキャラクターの成長をね常に感じられる、そんなゲーム内容でした。で発売したてがね人が一番多い時期ともなるため、まあ気になった方はねぜひ今のうちに購入して遊んでみてください。価格はとても安く、現在は 10% 割引の1200円ほどで購入できます。じゃあというわけで、実況はタマちゃんでした。